今回、思いのほか人数が集まらず、ブレイカーズリベンジ大会の、リベンジ大会を行います、とのアナウンスがあり企画されたこの大会。蓋を開けてみれば、ウィスラー、ショー様、ジャイアン、ショー様、デティ、サイドウ、ヤエバ、ゲア、まさかの参加者、4人。ここで4人での総当たりをやるかとも、考えたものの、せっかく前回の大会の、続きということなので、前回の、ドキ、コンドルだらけの、ブレイカーズリベンジ大会、ふわふわタイムもあるよ。お空気の、読めないダッシュ号パンソルスパイクだけで、制した。ヤエバギアを除いた3人で、総当たり戦を行い、勝者とヤエバがチャンピオンを、決める形となりました。はい、じゃあ今日は、ブレイカーズリベンジ大会をやるんですが、参加者が僕を含めて4人という、とんでもない人数です。ブレイカーズリベンジ大会としてやったはずなんですが、リベンジできなかったというね。で、なので、まあ、ちょっとこれね、4人のうち前回優勝者の僕がちょっといない形の3人のリーグで勝った人と僕が最後にやるっていう形になりました。じゃあ、デティさんが早くやりたいっていうのでやりましょう。じゃあまず、デティさんの才蔵と、ジャイアンさんの、三角比後で行って。もう何でもあり、俺も駐車券とか出さなきゃ。あ、まあいいや、後で。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、見ていきましょう。ワンピガーがジャイアンさんのショーと、デティさんのサイゾウ。さあ、これカード的にかなり、確かサイゾウの方がいけるらしいんですけど。さあ、寒い、お寒い、とてもお寒い。さあ、デティさん、どうです。どうです、デティさん。あーっと、触れないガンスダッシュが当たって、さあ、ターンオブカードしてたんで、めちゃめちゃダメージが上がるが、さあ、刀が当たって、さあ、ジャイアンさんの勝者が、もう今日はからーっと、きつい、あー、爆弾強い。さあ、ディティさんからとても嬉しそうだ、ほほほほっていう声が聞こえましたが、さあ、これでまず、よーし、これ今度入れていくが、ダウン取れなくて、なんか変なのが出て。さあこのくらいね、卵に張り出てるんで、レッコハに消えません。てか、厳密には1個しか消えないですんで。さあ、これ厳しい。さあ、うまく触って、さあ、触ってからはショーの方がいいより。さあ、空中投げ。さあ、爆弾投げていくか。さあ、これ、このくらいが強すぎる。このくらいが強い。さあ、飛びが通って。バラにて勝ったのはデティサイゾー。はい、ちょっと赤点がないから黒でやるね。俺はボックスでやってるよ。はい、じゃあそうね、先にちょっとまあ負けた人でやってみようか。ジャイアンショーとウィスラーショーでやりましょう。ちなみにこれ CPU 1本にできないんで CPU に殺してもらってください。ここで関係してください。いやー、やっぱね、忍者強いっすね。前回の大会、一応ね、僕優勝させてもらったんですけど、いたキャラクターがね、なんだっけ、コンドルばっかりだったんですよね。忍者がいねえって言って。そう、なんかね、もう勝負になかったんだよ。いや、それはティア勝つよねっていう話なんだ。だって、ダッシュ系パンからそのスパイク打ってただけだからね。さあ、じゃあこれで CPU が、トマトをしてくれたんで、さあこれで、1P 側がウィスラーショーで、2P 側がジャイアンショー。なんか何気にこの人たちが、なんか、同じゲームで対戦していることはほとんど見たことがないんですけど、それでなぜか、MOW も主役キャラが一緒なんですよね。つまり、強キャラが好きなんだね、こちら。さあ、ワンピー側でもスラさんです。で、ツーピー側がジャイアン。あー、これ、ガン最初がね、なんか、これが3番人か。投げて、さあ、これで、体力差的にはほぼ上手。このようなね、ゲームがだんだん溜まってくるんで、もう、ゲージを溜めてどんどん入っていけるようなコンボをしたいところですが、さあ、どうでしょうね。さあ、ガンと攻撃が通って、
さあここで新国立大選手でしたね、確かさあ、ダッシュコーパンからレッコーハ、レッコーハ、いやー、これねあーうまい、ダッシュキックから今になって思い出してきた、サイバーさん、もっと早く思い出したかったですね、やべえ、思い出してきた、さあ、ブックバンアタックじゃないさあ、壊し壊し、うまい、さあ、対空に対して、緊張からの超波動が入って、さあ、お互いこれダメージ的にボールが上がっちゃうな、うわ、打っていく、おっと、さあ、これで、さあ、いい勝負、どうだ、どうだ、思いよけて動く、曲がってしまったかったのはジャイアンでそうだね、うん、はいはい、早いね、ジャイアンスのあと、はい、さあ、ということで、あ、もう始まってた、早いさあ、これで、ベッキーさんが勝つという感じで優勝です。一応ね、まあ、なんだろう、ポイント取ってるけどさ、ぶっちゃけいいよね、もうさあ、これ、うまい、うわ、クソクソって言いながら何が落ちてる、あー、投げて、逃げて、うわ、すげえ、なんだこれは、なんだろう、軽くまでのストですね、あ、お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 、さあ、離していく、あー、きつい、あー、強い、さあ、この最強か、このキャラ、なんか離して、めちゃめちゃ悲しいです、あー、レッティさん気持ちよくなってますね、さあ、この取り込み方厳しい、うわー、こう、リューティーが、いやー、なんかちょっとピラッとしましたね、さあ、でも、ミスするのもちょっとデニスの対策でやってたこともあるんで、なんか、ボケないようには食らってないんですが、でもそれでも弱っていく、やり込んでますね、さあ、これは、どうやる、どうやる、さあ、止まる、さあ、ね、実に収まくデニスさんの勝利ですね、ちょっと誰かマイクやって、マイクやってあれ、じゃあ最後僕とレッティさんで、カップラーメンみたいに生き返るかもしれない、お、これは他者が交代するか、これ前回優勝だったからね、いや、やばティアてか、ティアも強いんだよな、確か三強三強今回強キャラしかいねえのおっと、やはり前回覇者強しか、サイズをそうやって使うんだよ、弾がバグってるんだけどやばい、立ち回りがやばい、覇者がディフェンシングチャンピオン、ラウンド2ファイト、ファミやばい、これはデティが地味にやり込んでて腹立たしい、これは、お、なんだ寒い、相当寒いな、これおっと、省力切り返して投げ、ダメ押しでソルスパイク強し、おー、デティが有利か、ちょっとこれ、おっと、飛びが取って、おっ、おー、一本取り返す、うわ、熱いな、そう簡単にリベンジをさせねえよと、うん、おー、うまい、ダッシュシーで差し込んで、踏み投げするな、このゲーム、おっと、あと、ミスコン、おー、またミスコン回して、おー、投げ、うわー抜ける、覇者強しか、レティも負けてない、ゲージはレティか、おー昇竜打って、やばい、あーゲージが
これ作るの楽なんで、あの今日中にアップしますね。はい、はい、ということで、じゃあポート人形やごとめのブレイカーズリベンジリベンジ大会、終了でございます。お疲れ様でした。